はい。今ね、コップなんちゃらとか言ってね、石炭は使わないようにとか、脱石油だとか、散々パラね、表面上耳に聞こえのいいことばかり言ってますけども、見てください、これ、日経新聞。はい。世界の石炭消費最高。はい。今年の見通し、中国、そしてインドで火力発電需要がね、高まって、世界の石炭消費は、はい、歴代最高量になったというわけですね。石炭なんか使っちゃダメだ、なんなら化石燃料も使うなとか言ってるのに、石炭の消費高世界ね、歴史最高ですからね。表面上ね、脱炭素、脱石炭、はい、でも実態は違うんですよ。はい、化石燃料の使用量どんどん増えてますし、石炭の使用量もどんどん増えてるわけです。これなくそうって言ったって、いや、まあ、現実を見てくれと。そうはなってないんです。どうやって石炭なくすんですか。だってこんなに身近でね、安くて使えるわけですから、使うなって言ったってそら使えますよ。以前もやりましたけども、中国の EV なんて石炭で走ってるんですからね。石炭火力発電所が中国のね、6割ですから、そこで電気作って、それで EV 走らせて、ね、環境にいいとか言ってますけど、石炭で走ってますからね。これちょっと言いますよ。国際エネルギー機関 IEA は15日、2023年の世界の石炭消費量が22年比 1.4% 増の85億3600万トンになる見込みだと発表した。全体の7割を消費する中国。あ、ごめんなさい。中国とインドで7割です。で、火力発電需要が高まり、過去最大となる。24年は需要が減少する見通しだが、足元の化石燃料への依存が浮き彫りになった。IEA の石炭市場報告書によると、23年の中国の石炭消費量は前年比 5% 増の47億4000万トン。2番目に多いインドは同 8% 増の12億6000万トンとなる見通し。水力と原子力発電の稼働が低下し、石炭火力発電の需要が高まったことが背景にある。再生可能エネルギーの導入が進む EU は 23% 減、アメリカは 21% 減を見込む。ともに過去最大の減少幅だが、米欧の消費量は全体の 8% にとどまり、影響は限定的。23年の石炭の生産量も 2% 増の87億4100万トンと最大を更新。世界の総発電量は22年に21年比 2% 増の 29,074 TWh となり、石炭火力が 36% を占めた。はい、ここもポイントですね。世界の総発電量の 36%、 約4割ですよ。これが石炭火力だということですね。日本が一部持ってるとか言ってなんだかんだ、日本はね、環境負荷の低い最新鋭の石炭火力発電技術を持ってますからね。これを世界に提供してきたわけですから、日本のおかげでこれで済んでますけど、もし日本がね、IGCC とかね、石炭火力の素晴らしい、ね、技術を開発しなかったら、世界中が使ってる石炭火力はですね、もっともっとひどいものになったわけですよ。はい。世界の総発電量の 36% は石炭、それでいて EV ですから、はい、世界の EV は 36% 石炭で走っているというふうに言ってもいいでしょうね。はい。24年以降は天然ガス価格の下落傾向や新興国を中心とした太陽光発電の普及を背景に、石炭火力は減少に転じる見込み。 IEA は石炭火力が26年までの3年間でおよそ5ポイント減少し、総発電量に占める割合が 30% 強に下がると予測する。一方、工業用の熱供給に使われる石炭の需要はニッケルの生産過程で大量消費するインドネシアを中心に、24から26年に世界で年率 1% ずつ伸びるということです。まあ実際に石炭がどう増えるか減るかは分かりませんですけども、中国インドがね、主に石炭火力でもってね、電力を賄っているという現状があるわけですからね、むしろ日本がね、誇りを持って石炭を環境に優しく使える、そういう技術を開発したことはですね、これは胸を張っていいですし、なんか日本は石炭使ってるって言って、なんかいろいろ言われてますけど、何言ってんだって話ですよ。ヨーロッパがあまり使ってないだけの話ですからね。何を言ってんだというかね、日本のおかげで石炭がですね、よりよく使えるようになってるわけですからね。
はい、ですから、まあねコップなんちゃらで、はい、石炭なくせ、化石燃料もなくせとか言ってますけども、非常に空虚な虚しい決議ですよね。現在世界の電力は、はい、化石燃料で賄われてます。現実を見ていただきたいですね。